高校娘と C の実。昔、沖縄のある村に貧しい母親と娘が暮らしていました。母親は一生懸命働いていましたが、ある時病気になって寝込んでしまいました。それから娘は毎日一人で山へ行き、シイの実を拾っては、それを町へ行って売り、母親の薬を買いました。ある日、娘はいつものように山へ行きました。ところが、その日に限ってシイの実はなかなか見つかりません。娘は山の奥へ奥へと入っていきました。けれども、シイの実は一粒もありません。そのうちに日が暮れ、とうとう真っ暗になってしまいました。娘が帰る道を探していると、大きな木があります。今日はここで一晩明かしていこう。娘は木の下に座って眠りました。夜中にふと目を覚ますと、娘の隣におじいさんが座っています。しかも周りには楽しそうに踊っている人が大勢いるので、娘はびっくりしてそこから逃げ出しました。すると突然目の前にイノシシが現れて通せんぼします。娘は慌ててさっきの大きな木の方へ戻り、踊っている人たちの輪の中に飛び込みました。助けてください。お願いです。娘が叫ぶと、木の下にいるおじいさんが言いました。お前さんは何も心配しないでいいんだよ。ここでゆっくり眠っていきなさい。はい。それから娘はおじいさんの膝を枕にしてぐっすりと眠りました。やがて夜が明け、目を覚ますと、娘は大きな木の根っこを枕にして眠っていました。周りには昨日は一粒もなかったシイの実がたくさんあります。昨日の夜踊っていたのはきっとこのシイの実だったのね。あのおじいさんはこの木の神様だったんだ。娘はシイの実をたくさん拾い集め、家へ持って帰りました。それからそのシイの実を売って母親の薬を買いました。やがて母親はすっかり元気になり、二人はいつまでも幸せに暮らしたということです。